ちょ、ここから行きましょうか。あれや、ここに行きます。はい、あー、なるほど、この地図を頼りになんか探さないといけないのかな、そういうことかな。じゃ、まずね、最初に記録したこちらちょっと見ていきましょうか。行け、また祠出てくんのこれ。じゃあこれをじゃあやっていかないといけないわけだ。オッケー、これでじゃああの3つのうちの1つをねクリアしたっちゅうことで、砂漠の町の宝珠を大穴に投じというやつね、これをまあクリアしたと。で、あと2つ、砂漠を滑る主を倒し、これモルドラジークを倒せばいいってことかな。多分ね、モルドラジークはね、これ、あ、これじゃないのかな、まあ、どっちだ、まあまあどっちでもいいわ。こっち行ってみるか。これゲルドの町が近くにあるんで、これちょっと行ってみるか。これ分かりやすいんだろう。ちょっと待って、あのねちょっと待って、あの一瞬ワープするときにめっちゃあの穴覗いてるやついたな。ちょっとあの穴覗いてるやつ話しかけてもいいかな。多分ね、進めるにあたって全く関係ないけどね、こいつらの話聞いたろうか。ああ、大事なお宝が穴の中に、なんてことするんすか。あら、気づいてないこいつら。お宝を投げるなんて、あんたバチが当たるよ。いらないんなら与えにくれよ。ということで、あのめちゃくちゃいらんやったわ。ちょっとはい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 。マップで示されていたのはですね、多分こっち側なんでしょうけども、ちょっとなんか見た目ではよくわからない。ちょっとまあ、あと暑いんで多分、ちょっと着とこうかな。これ着とけばいいよ、俺。よし。ダサいな、これ。めちゃくちゃダサい格好になっちゃった。なんかある？あ、でも砂ざらしいるじゃん。砂漠の魔物ってあれのこと？あの砂ざらしに乗れってことかな。獣と共に降臨をくぐりって書いてあるね。獣と共にの獣はこいつでしょうな。なんかやってんな。支配人がおるぞ、支配人が。こんにちは。すいません、ちょっとお借りしたいんですけども、エクティス。サボった。フラジー先輩に言われて野生の砂ざらしを捕まえに来てるのさ。町にいる砂ざらしはフラジー先輩が訓練したことだから、砂漠にいる訓練中の砂ざらしよりスピードは速いし、降りても待っていてくれるし、レンタルする価値はあるよ。砂ざらしラリーで使ってる砂ざらしもフラジー先輩が育てたやつだしね。砂ざらしラリー、砂ざらしラリーはどうでもいいわ。いい、聞いとくこれ。砂ざらしラリー、あ、どうでもいいな。多分あんたの砂ざらしやろこれ。あ、ごめん、こう、あんたの砂ざらし、あ、ごめん。じゃあちょっとあの、じゃあ一匹もらえますかね。あのめっちゃ大丈夫、集めなくて一回ちょっとめちゃくちゃあのどっか行ってますけど、じゃあこいつをちょっと一匹いただきましょうか。じゃあほら、従え我に。ということで、これであの光の輪っかを通れっちゅうことですよね。ちょ、邪魔だな。 OK、 この獣とともにあの光の輪っかを通ることで何かが始まるようですね。何かが始まるっつうか、あの祠が出てくるんでしょうけど、これだ。あ、まだある先が。あ、何？そういうこと？時間があるんだ。じゃあ割とスピードが肝なのか。おい、これ時間制限があるとは聞いてないぞ。間に合うか。俺これフラジー先輩の砂ざらし使った方が良かったんじゃないか、スピード的に。遅いぞ、急げよバカ野郎、働け少しは。あ、ちょっと遠い、ちょっと遠いな。いけ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 、危ない、なんかめっちゃ出てきてるし、怖っ。こんなところでやられてたわけが。いけ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 、フラジー先輩に頼ることになりそうよ、このままやと。失敗したら熱い、そして砂漠が熱い。うわ、難しいとこ設定しますねこれ、結構。うわギリ、あ、でも意外と余裕かなこれ。割と余裕あるね。終わり？終わりじゃない、どこまで連れてくんや。結構端っこまで行きそうやなこれ。熱い、体力が奪われている。熱いよ、なんか出てきたし、邪魔だな。邪魔だろお前、邪魔すんじゃねえ。あぶね、あ、やめてくれ。クリア、これ。あ、来た、危な。なんかいろいろ邪魔者もいましたけれどもね、とりあえずたどり着けたようです。出てきた。じゃあこの方からクリアしていけばいいわけね。これで2つ目のウルボザの、なんかウルボザの証やったっけ、ナボリスか、ナボリスの証。え、危ない、やめて、痛い、痛いよ。チェックインです、ここらチェックイン。
さあやってまいりました、2つの使い道。2つの使い道、あ、これがまず1つね。あ、2つあったわ。あー、はいはいはい、電気を通す感じだなこれ。でも電気通しつつ、あ、わかったわかった、 OK、 理解が及びました。まずはこれで向こう側に渡らないといけないね。これ電気通ったら渡れないからね。先にこう渡っといて、こっち側からこれつなげんだ。こうだろう、ほら、はい、来た。そしてこの感じで、うわ、まず向こう、こいつを動かさないとダメだな。こいつ動かせ、あ、こいつ奥にやるのか、こいつ奥にやって、一回ちょっと電気をね遮断します。で、はい、あそこに最終的に通すわけだ。たらば、まず私が行けないといけないから、まずこれをこう、うん、いやいや、これ足場になりますね。こいつも使う、はいはい、こいつが電気通るところなんですが、これビタ付けしとくと俺しびれちゃうんで、話し気味だな、こうかな、こうだな、よし、でいけると。オッケーオッケー、宝箱とかは多分ない。そしてここでは、あー、この網々のやつは一応登れるやつやね。まず私は登る必要がありますよね、これ。まああるのかわかんないけど、あ、でもこっち何だ、あ、こっち宝がある。じゃあここなんか電気通さないといけないじゃん。まずこう、おいで、こう足りんくね、これ。あー、はいはいはい、あ、こうか、こうしてこうだ、届いてないわ届いてないわ、上か、こうだな、こうしてこうしてこうだな、これで宝箱の方が開く。上に一回通さないといけないわけね。なるほどね、おもろいじゃないの、王家の弓。オッケーオッケー、楽しませてくれるじゃないの。まあ、とりあえず上に上がんないといけないから、これ解除。解除することは解除する。うん。ということは、まあ、一旦こうですよね。これはちょっと飛びましょう。よっ！はい。電気はでもどっから取っていくんだ？あ、向こう？え？どうなってる？あ、端。端っこだわ。ん？あ、でもここから行けるようになってんだ。なるほどね。じゃあ、組み立てていきます。まず、こいつはまあ必須やろ。で、こうですね。これはちょっと動かさなければいけません。これ登れませんから。どうなってんのこれ。下、下にこう、これもうちょっと離したいんやけどな。離しちゃダメ、ちょっと待って、しびれるくないこれ。もうしびれ、絶対しびれんのかなこれ。あ、わかったわかったわかった、 OK、 わかった、とりあえずはこうだな。一番上とりあえず奥にするんだな、これな。はい。で、しびれちゃうから、これ一回外します。で、登ります。一旦ね。登った後に、引っ張って、ちょっと。ああ、ちょっとダメだ。ダメ。ダメ。あ、こっから狙えるわ。おいよ、マジで。何してくれてんの、マジで。来た、オッケー。おい、なんかめっちゃ慎重にやったけど、結局、なんか、食らったわ。チキショ。オッケー。とりあえず一回でも、クリアはクリアです。回復してもらえるからね、最後にね。さて、まあ、ラスト一個あるんですけれども、で、もう一個ここなんですが、これはね、右手に牢名城跡があるので、はい、まさにこの辺ですね。この青ピンが刺さっているところなので、ちょっと行きましょうか。で、多分最後がね、モルドラジーク倒せっちゅうやつだと思うんですけどね。まあ、モルドラジークがどこにいたっけな。うん、この辺いたよね。近づけば上がる。矢川神だ！あ、ごめん！やりすぎた！あー！ちょっと待って。間違えた。消し飛んでしまった。すんません。お仲間ちょっとね、消し飛ばしましたね。なんの、ただの、本当に、抹殺やったな。あ、いた！え、何？キングラジークって何？知らん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 。誰？ちょっと待って、初対面すぎ、誰？ちょっと待って。ね、同じ感じでやれます、これ。オッケー。
同じ感じでやれるならちょっとこれでじゃあまずあいつを何か様子が違う。うわなんか気持ち悪い、なんか色合いしてないこの人。でもまあこれで来る？あい！くらえ！本当にくらえ！本物のくらえ！ほら！同じ方式で戦えるんやとしたらこれで戦えばいいと思うんですけど。最大強化したマスターソードで。いやー待って、強いな、全然入らんね。ちょっと思ったより入るねこれ。あぶら！避けててよかった。これ3連にして、これうわ何かわされた。あいつもコリンやつやな。ほら関係ないっぽい。やばいです。はあ、そしたらもうこれでもうぶっ飛ばそう。おいおいこれおいこれおいこれ強い強いぞこいつ。待て待て、死ぬ死ぬ、あの普通に死ぬやつ、危な。ありがとう、ココナのココナのスイーツをいただきました。そして結局ねこれもう生で食うのが一番うまい。生で食うのが一番うまい。これいや俺おいが死にくれ、死にさらせ。ちょっと待って、これで、投げてみると。よっ。こうやって食うんかな、これ。なんか食らった。ちょっと待って、わからん。こいつのシステムがよくわからん。ほら食え、餌だぞ。違うな、ちょっと。オーケー。一番運動してこいつ。謎の一番運動。気持ち悪いな、なんか。キングラジーク。はい、どうすか。ほらほら、だいたいこれやな。でもこれいつの弱点ってどこ。目開いた、なんか普通に苦しって。はい逃げます。あ、俺あれだな、ウルボザ使えばいいな。これめっちゃ忘れてた、あれ当てれるわね。おれ今度はウルボザ使ってやる。おらウルボザの怒り強すぎる。ウルボザの怒りよ、うん、もう一周で倒せんじゃない。でもこれ、はい、これ終わりじゃない。いけるかな。あ、いけそう。よしこれで終わりだ。危な、でか、気持ち悪いな、色が嫌だ。なんかよくこんな色合いにしたな。宝箱めっちゃ出てきた。こいつを倒すことで祠が現れるというわけですね。オーケー。ちょ、宝箱気になるね。キングラジークやったっけ。初めて見た、なんだかんだ。あれ今回初よね、これ。このコンテンツを初めて。宝箱だけ見とこ。盾か。いらないっぽいな。あ、盾だな。あれも盾か。じゃあこれも盾の可能性ある。あ、いらん、ろくなもん出てこんや。キングラジーク。よし、じゃあなんかウルボザの剣、ナボリスの剣はここで終わりかな。三つ目、さあ、大将の選択だって。警備タワー。大将って何が。あ、大将だな。大将だな。これ電気を通さねばならぬというところがまず一個。これはさ、でもまず単体で届くっちゃ届くのか。届かん。一個じゃやっぱダメや。じゃ、これをじゃあ、まず一個かませるってことかな。かませましょうと。これで、OK。そうすると、ここに繋がるんだ。おも、なにこれ。ここ、ん？これはでっかいの。ここにはでっかいのがいる。届かんだろ、でもこれ。で、これはとりあえず、ぶら下げます。ぶら下げるでしょ？あ、で、これ電源入ったら、この足場がせり上がってくるの、さては。わかったわかった、システムがなんとなく。で、これは多分ここに置いとかないといけないのかな。でもこれ安定します、これ。安定するんや、そこで。落ちとるとでも。もうないよ。これ何これ。これまた別の剣、これ。わからんくね、これ。ほらこんな、嘘だろ。
はあ、はあ、まずこの下のこれは何よ。俺はこれ電気を通したらせり上がってくると思ったんだけども、いやいやいや、え、先にこ、ね、見てこっちこっちやったらなんかある。これ何これ、あ、これ電気通さんでダメじゃん。これおい電気通せ、誰かここに。どうやって通すんだこれ。さてはここじゃないな。でもここでもないのかな。ん、どういうこと。そもそもこれを使わない計算なのかな。あ、何これ。あー、なった、なるほど。あ、そういうこと。そもそも届いてねえんだ、そもそも。はあ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 。ほんでこう、どうすんの。でもこれ、ちょっと待て、やっぱ先に、あ、わかったわかった。もうこれ、もうこれしかないよね。いやいや、そんなわけない。よし、はい、どうだ、許してくれるか。これはどうよ、いろいろ開くのか。そして開いた、後ろも開いたぞ。したらこれは、これはどうするんだ。おいおいおい、あ、わかった、そういうことだ、ひらめいたぞ。おいおい、こんな使い方すんだね。いや、これむずいわ、確かに。これはさすが、すごいね、これ。これすごい、気持ちいい。すーごい、これ、いいね。これ溶けたの今嬉しいな。今すごいよ。なんかドーパミン的なものがいっぱい、アドレナリンかめっちゃ出てるな、今。これすごい。ありがとうございます。こんな、すごい問題をいただいて。ちょっと終わりです。これで三つ目ね、一応。三つ揃ったらどんなんだろう。三つ持ってどこに行きゃいん、これ。目的地がわかんないけど、薬をこくすかで、はい。あなたこそ、あごうことなき勇者。はい、ナボリスの証を授けましょう。三つ集めました、とりあえずね。神獣ナボリスのもと、あ、神獣のもと行くな、この状態で。そしたら、あ、消えるんかい。オッケーオッケー。いやー、いい問題でしたね、非常に。熱いですね。じゃ、ちょっとね、ナボリス、神獣のもとへ、なんか行きなさいと言われました。ちょっと熱いから、なんか来た。バナボリスのもとへ行こうということで。まあ、直接行きますか、これ。では、ワープできるんでね。行きましょうか。さあ、やってまいりましたよ。神獣ナボリスのもとに。ナボリスのもとにやってきましたけど。あ、始まりそう、なんか。何事？前はね、危ないから近寄らないでおこうってなってたけど、神獣を訪れし者よ、女神ハイリアの名に置き試練を与えよう。いや、まだあんのかい、試練。めちゃめちゃ試練だらけ。ナボリスの証と引き換えに、己の記憶の中へと進むがよい。あ、勝手に、あげるって言ってないよ。覚悟なき者には厳しき試練、己の記憶と侮ることなかれ。何これ、なんか、追憶していくのか。記憶の中をたどるような、なんか試練がある。うわっ、過去にやってきたのか。あ、また神獣ナボリスの中じゃない。うわー、久々に来た。ここはその他自身の記憶が生み出した無限の異空なれば。すごっ。眼前に現れた敵は己の恐れが生み出したる超えるべき壁。ちょ待って、何、戦いが始まる。まさか、この戦いは魂の試練、我の与えし道具のみで見事勝利してみせよ。そうだろう。何？おい、またなんかカースガーノン的なのおんの。うわー、雷のカースガーノン。
またこの状態で戦えってこと？いや、やばすぎる。これやばいって。ああああ。もうすでに痛ー。ちょっと待って。早い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 。まあ、どうやって戦ってたっけ？そもそも弓あんのか？弓ねえじゃねえか。弓なしでやるってことね。どうやって戦ってたっけ今まで。あ、でもこれあれか。ガード。これガードしてってことだね。全然ロックオンできない。どこ？どこ？どこ？いやー、あ、いた。おいよ。おら、これで殴ればいいんだ。こういうことだ。あ、いい。いやいや、今チャンスタイム。チャンスタイム、スーパーチャンスタイム。あー、かわすとかできんのかな。全部ダルケル、ダルケル任せになってますけど。ダルケル任せになってるけどね。危ない、来たー。な、分かった。タイミングなんとなく分かったよ。いや、素晴らしい。わかりました。ほれ、しんねん、ボサッとしんなよ、お前。おいや。おいよ。あいー、さすがにね。もう同じ手は何度も食いませんよ。半分超えた。来た、やば。そういえばあった。半分で何か変わるんやった。忘れてた。どうなるんだっけ。パワーアップ。ちょっと付帯した。雷がなんか付帯した。雷属性が付帯した。ちょ待って、どこどこ、何、あ、そっか、これあれだ、思い出したぞ。これをなんかあれよね、こうするんよね。ほら、くらえ、バカ野郎。やべ、くらえよ。これちょっと全然くらわんやん、こいつ。おい、こんなにそばにあるのに、こんなにそばにいるのに。よっしゃ、来た。どこ行った、どこ行った、どこ行った、あった。死ね、おら、おら、ちょっとなんか間違えた。おら、おら、あ、行った。待って、えっ、あ、やべ、こいつ、待って待って、どういう状況これ。もうかわす、かわ、攻撃したらダメなのかな。あ、いた。待って待って、お願い。危な、危な、危な、今やれる。おなやつ、危な、危な、おー、くらえ、あ、いたー。なんじゃこいつ、ムカつくな。おいな、やめてよ、もう。何、もう何が起こってるか分からんし、何が起こってるか分からん。やばい、怖い怖い。え、それは何、来いよ。おらー、どうやどうや、食らったか。おっしゃ、これで終わりか。終わり、とどめだ、とどめだ、逃げない。よし、なんかちょっと訳のわからんうち終わったな。やりました。なぜこんな記憶の中のカースガノンと戦う必要があったのかよくわからんけど、まあやりましたわ。これでなんかプレゼントもらえるんですか。なんかウルボザの力も使えばよかったかな。わあ、帰ってきた。戻ってきました。現世に。おい、何やこいつ。カッシーはやなげ。お、親じゃないわ。これはこれは。お前も言ってきた記憶のやつ。風に吹かれて誰も邪魔されず、物思いに吹けるのも一人旅の醍醐味ですよね。なんか、間接的に邪魔すんなって言われてるみたいね。この地方をめぐって、英傑ウルボザの逸話を聞いているうちに、師匠の未完の歌とは別に私も彼女の表現をしてみたくなりました。そこでウルボザが操ったというこの神獣はナボリスの下でこんな歌を作ってみました。アリシの英傑ウルボザの姿を描く歌。これはナボリスを送りし者がまだ英傑と呼ばれる前の物語。その名はウルボザ、ゲルドの王さ、街を訪れし姫に威厳を示し。あ、そういえばでもどうしてそんなウルボザがなんか姫のなんか英傑に選ばれたのかって知らんな。あ、それを見れるわけね。この疑問が解消するわけですか。確かに確かに、知らん。姫よ、そなたの申し出、やぶさかではない。やぶさかではない。
そのストーリーがここで知れるわけだ。厄災ガノン復活を目論むイーガダンどもが、イーガダンもそっちサイドよね。我らの国を狙っているとの情報も聞いている。この雷の兜ね、喜んで雷鳴か。討伐に力を貸そう。ゲルドの王さ、あーはーはーはー、この姫じきじきにハイラル王の名代として来たんや。ウルボザに協力を申し出に来たんや。申し出に来たんじゃないか、協力してくれって頼みに来たんや。あんなに真面目なウルボザ、私初めて見ました。そうかい。私あれちょっと分からん、関係違い分からん。ヒエ様を見てるけどね。ウルボザ、以前から聞きたかったのですが、元々仲いいんかこいつら。あなたはなぜ私をおひい様と。おい、そこの二人。お、あんたらと違って、すごいぞ。不意打ちってのは性に合わないんでね。いいがだんか、かかってきな。あ、出た。うわ、ちょっと待って、かっちょいい。だってこんなのあるな。こういうウルボザでも確かに見たことないかも。たくましすぎる。ウルボザ、おーい、おーいって言っちゃった。ハイラルの姫の前だ。自由自在やね。雷こんな操れるんや。消えろ。ちょっとイケメンすぎる。惚れそう。消えた。文字通り消えた。私の可愛いおひい様。え？あんたが小さかった頃、私の友達はいつもそう言って幸せそうに笑ってた。あんたの友達誰やねん。お母様。なるほど。10年前のあんたはさ、母親を亡くしたばかりなのに一生懸命前を見て精一杯王国の姫をやっていて。あ、じゃあ母親、ゼルダの母親ぐらいの年齢なんやね、ウルボザって。いつの間にかね。なんかいまいちわからんもんね、この年齢が。ゲルドの人たち。そこまで歌やったん？ちょっと、すごい歌歌っとったな、お前、歌詞は。強い戦士であると同時に母性に溢れた女性だったのでしょうね。全部歌やったやん。表現力いかつい。いかがでしたか？英傑ウルボザの歌。彼女の強さを歌にできたことで師匠に一歩近づけたような気がします。足りない章は弟子の私が完成させるべき。改めてそう思いました。大したボーイだよ、あんたってやつは。おウルボザの怒りも今まで以上に使いこなせるはずさ。なんだって、ウルボザの怒り強化されるのか。おひい様のことくれぐれも頼んだよ。任しといて。ハイラルの誇る勇者に託したからね。まあ、一回救ってますけどね。ええ、何度も言ってますけど一回救ってますから。ウルボザの怒りプラス、あ、回復する時間が早くなってんだ。熱いね。ウルボザの怒り結構ね、やっぱ体力というか、なんかボス級のモンスターと戦うときにすごく便利なんですよ。はい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 。はあ、なるほど。お前ずっとここで歌うんや、カッシーは。なんかカッシーは思った以上になんか、ちょっとメインストーリーになんかねじ込んでくるね。ねじ込みにやってくるやん。自分のこと。こんな重要人物と思えたぞ、カッシーは。やった。じゃあ、とりあえずこれで終わりですね。まあ、そんなわけでね、とりあえず、まあ、英傑ウルボザの一件はこれで終わりということでしょうかね。ということで、まあ、あとね、3英傑おりますので、まあ、それを一つ一つやっていこうと思います。それでは、じゃあ、また、次回。